マンはアメリカ合衆国のミュージシャンである。シンガー、ソングライター、そして音楽プロデューサーとして活躍した。出生名はダニエル・アール・ハートマンであるが、ほとんどがダン・ハートマンとしてクレジットされていた。ハートマンが曲を作って録音したものの中には、エドガー・ウィンターグループとのフリーライドやソロシンガーとしてのヒット曲、インスタントリプレイ、あなたを夢見て、 We are the young, second nature がある。最も成功した曲のあなたを夢見ては、1984年のビルボードホット100で最高位、第6位になった。また、さらに成功した曲は、ハートマンが共作してプロデュースしたジェームス・ブラウンのリビング・イン・アメリカで、1985年にビルボードのホット100で4位まで上昇した。そして、ハートマン作で、 ロリータ・ハラウェイが歌った、ラブ・センセーションを、ブラック・ボックスが1989年に、ライド・オン・タイムでサンプリング使用してリリースしたもので、UK を含むいくつかの国で1位になった。ハートマンは、ペンシルベニア州の州都であるハリスバーグの近くの、ドーフィングン・ウェスト、ハノーバー・タウンシップで生まれた。家族は、父・カールと、母・ポーリン、そして兄・デイビットと、妹。 キャシーの構成であった。13歳で兄デーブがメンバーだったバンドのザ・レジェンズに参加した。ハートマンはフルタイムで銀行での勤務を行いながらバンド内でキーボードを担当して多くの曲を作った。しかし数多くのシングル版をリリースしたもののヒットした曲はなかった。そして1972年からはジョニー・ウィンターバンドをサポートする時期を過ごした。 その後、ハートマンはエドガー・ウィンターグループに加入した。グループのゼ l オンリー・カム・アウト・アット・ナイト、恐怖のショック療法、そして謎の発光物体の3枚のアルバムで、ハートマンはベースを担当し、多くの曲を作って、ボーカルを受け持った。ハートマンが曲作りとボーカルを担当した1972年のフリーライドはグループの2番目にヒットした代表曲になった。また、 アルバム、The Only Come Out At Night に収録されている、ハートマン作の、オータムは、ニューイングランド地域での放送局でのヒットとなった。ハートマンは、1976年に、ソロとして、キャリアを開始した。まず、ジョニー・ウィンターとエドガー・ウィンター、そしてエドガー・ウィンターグループのアルバム曲を収録した、コンピレーションアルバム、フィズダン・ハートマンをリリースした。そして2枚目に、 正しい意味のファーストアルバムである、衝撃のイメージをリリースした。エドガー・ウィンターグループのメンバーであるエドガー・ウィンター、ロニー・モントローズ、リック・デ・リンジャーが参加して、ゲストとして、クラレンス・クレモンズ、ランディ・ブレッカーをフィーチャーしたアルバムであった。1977年10月21日から11月5日まで、ブルースの伝説のマディ・ウォーターズは、コネティカット州、ウェストポートにある、 ハートマンのレコーディングスタジオのスクールハウスを使用してセッションを行った。ハートマンはジョニー・ウィンターがプロデュースしたレコーディングボードに従ってアルバムアイムレディの制作に協力した。ハートマンのディスコシングルインスタントリプレイは1978年にダンスチャートの第1位になった。そして1979年のビルボードホット100では 第29位になり、UK チャートでもトップ10ランクインした。この曲に関連したアルバムでは、ハートマンはミュージシャンとして、ビニー・ヴィンセントや、G.E. スミスの協力を得たものであった。また、この曲は、UK のデュオ・エールのカバーバージョンが1990年1月のトップ10にランクインした。続いて、友人のロリータ・ハラウェイをボーカルにフィーチャーした、リライト・マイ・ファイアが、 1979年にダンスチャートの第一位になった。この曲は後に NBC トークショートゥモローのテーマ曲に使用された。UK のグループテイクザットがルルをフィーチャーしてリライトマイファイアをカバーして1993年にリリースした。この曲は UK チャート第一位のヒットになった。ハートマンのディスコヒット曲ラブセンセーションは1980年に アメリカの R&B 歌手、ロリータ・ハラウェイがパフォームしたもので、この曲がリリースされて、以降185回サンプリングされている。1984年に映画、ストリート・オブ・ファイヤーに使用されて、アルバム、あなたを夢見てに収録された、同じタイトルのシングル、あなたを夢見てで、ハートマンはチャートに戻ってきた。US チャートでは、第6位に、再リリース時に UK チャートでは、 第12位にランクインした。この曲は映画ストリート・オブ・ファイヤーでストーニー・ジャクソンがリードシンガーを演じた架空のグループザ・サールによってパフォーマンスが行われていた。映画でのボーカルはウィンストン・フォードによるものが使用されていたがサウンドトラックとシングル用に作成された2種類のメガボルトではハートマンのボーカルが使用された。このメガボルトの片方は ハートマンがバーテンダーとして出演したもので、MTV で何度も繰り返し放送された。ジョエル・シルバーグ監督の1984年の映画、ブレイクダンスのサウンドトラックのためにハートマンは、チャーリー・ミッドナイトとサンボルトというグループ名で、ハート・オブ・ザ・ビートを提供した。1984年にシングル、ビア Are t がダンスチャートで3番目の第一位になり、同じ期間中に、 セカンドネイチャーもダンスチャート第40位にランクインした。また1985年にはハートマンの曲トーキング・ツーザ・オールがジェイミー・リーカー,アーティストジョン・トラボルタが出演した映画パーフェクトのサウンドトラックに使用された。1985年とから1986年にかけてハートマンはホワイトボーイとして後日リリース予定されていた。 スタジオアルバムに取り組んだ。ハートマンはアルバムに以前の作品よりエッジの効いたより成熟したサウンドを求めていた。録音は1986年に完成したが、レコードレーベルの MCA は以前の作品、特にアルバム、あなたを夢見てと比較して、ハートマンのイメージに合っていないと考えて、最終的にアルバムのリリースは見送られた。アルバム、 ホワイトボーイは公式にリリースされたことはなかったが、現在は一部のテストプレスはコレクターが所有欲していて、アルバムの一部の曲はインターネットで利用可能な状態となっている。1988年に、ハートマンはウォルト・ディズニーのアニメーション映画、オリバー・ニューヨーク・子猫物語のために、ホワイ・シュッド・アイ・ウォーリーをチャーリー・ミッドナイトと共作した。1989年に、 彼は最後のオリジナルアルバムとなったインストルメンタルによるニューエイジスタイルのスタジオアルバムニューグリーンをリリースした。また長年のコラボレーターであるチャーリー・ミッドナイトとの共作で1990年に映画ミュータント・タートルズにスパンカデリックよる曲の9.95を,を提供した。そして1991年には映画ミュータント・ニンジャ・タートルズに ザ・シークレット・オブ・ザ・ウーズを提供した。1994年にアルバムベストオブダン・ハートマンがハートマンの死後にリリースされた。アルバムには以前のヒット曲と未発表曲の素材のリミックスを収録したコンピレーションアルバムであった。このアルバムからは2つのシングルがリリースされた。ロリータ・ハラウェイトのデュエットによるキープ・ザ・ファイア・バーニン及びザ・ラブ・イン・ユー・アイズ Eyes である。 ほぼ10年間、ハートマンはソングライター及び、プロデューサーとして活躍した。対象となったアーティストは、ティナ・ターナー、ダスティ・スプリングフィールド、ジョー・コッカー、ボニー・タイラー、ポール・ヤング、ジェームス・ブラウン、ノーナ、ヘンドリックス、ホリー・ジョンソン、リビング・イン・ア・ボックス、プラズマティックス、スティーブ・ウィンウッドの名前が挙げられている。ハートマンがプロデュースして共作した、ジェームス・ブラウンの リビング・イン・アメリカは、ビルボードのホット100で第4位のヒットとなった。この曲は1985年の映画、ロッキー4、炎の友情のサウンドトラックに含まれていて、ジェームス・ブラウンのビルボードのトップ10にランクインした最後のシングルとなった。そして、ハートマンがプロデュースしたジェームス・ブラウンのアルバム、グラビティにも収録された。ハートマンは結婚歴がなく、子供もいなかった。 ハートマンが亡くなって、ハートマンの家族、両親と兄、そして妹が残された。ハートマンは公にはオープンにしていなかった芸で、1980年代、後半に HIV ポジティブと診断されていた。ハートマンの友人で共作者であったホリー・ジョンソンは、1991年に自身の HIV ステータスを発表したが、ハートマンは終始、 HIV ステータスを公にはしていなかった。コネティーチカット州ウェストポートのスクールハウスからマルティレベルに移り住んでいたハートマンは1994年3月22日にエイズに関連した脳腫瘍で自宅で亡くなった。そして遺体は仮装された。その時点でハートマンの音楽はリライトマイファイアのカバーバージョンを恒例としてある種のリバイバル状態であった。 ハートマンのソロ及びグループでの録音、プロダクション、ソングライティングそしてコンピレーションを含めると、録音物の売り上げは世界中で5000万枚を超えていた。ありがとうございます。